小型無人機ドローンの最新技術やさまざまな活用方法を紹介する第1回国際ドローン展が20日千葉市の幕張メッセで始まりました。ドローンは災害現場の状況確認や警備、物流など幅広い分野での活用が期待されていて、展示会には国内外の企業およそ50社が参加しました。翼をくり抜いてプロペラをはめ込んだ試作機や原発事故など危険な現場での長時間飛行を想定したもの、カメラのレンズの向きを手元のモニター操作で変えられる映画撮影用のドローンなどが紹介されています。カメラの方向制御するのは実はこういうスティックを操作して行うのが通常でした。ただですね、このスティック操作実は多少慣れが必要です。練習しないと思った方向にこう切れないというのが一つあります。でこれをですね、より直感的で簡単にしましょうという作られたものが実はこのミミックというデバイスです。これはこちらについているジャイロで、ハンドルの動きをジンバルへ送って、画面を見ながら直感的に向けたい方向、下向けたけたり下向ける、上向けたり下向けたり方向を変える、こういったことでですね、直感的により簡単にオペレーションができますよと作られたものはミミックというデバイスです。ドローンをめぐっては4月に首相官邸の屋上で見つかった事件を受け、現在重要施設の上空での飛行を禁止する法規制が検討されていますが、被災者は安全性を確保した上で産業界をはじめさまざまな分野での有効活用を PR したいとしています。多分皆さんが実際に見たことのない大きいドローンというものがやはり産業向けですので出ているということと、まだ実証実験にも満たない、これからドローンがサービスとしてどう使われていくかというところも見ていただけるのかなと思います。またそのドローンでできた製品そのものではなくって、そのドローンに使われる電子部品とか、やはり日本は自動車ですとか家電ですとか、そういったところで養ってきた技術力をドローンに生かして、日本として品質の良い製品というものを作っていける、そういった礎になる展示会になるといいなと思っています。この国際ドローン展は22日まで開かれています。